栗山さん、はい、後半戦です、はい、気合は入ってますか。はい。いやいやいや、もうふぬけ、何返事がはいはいって。いや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 、これぐらいですよ本当に気合入ってる人って。逆に、あ、そうなのね。肩肘張らずにナチュラルに気合が入ってると。我々投資5万円回収が、まあ、栗さんがほとんどなんですけど2000枚ぐらいなので、まあちょい負けですね。あとちょいです、はい。後半戦頭は引き続き今降格っぽいということで、天国っぽいということで、北斗と私はユニコーン。ユニコーンでいくら使ったんですか。ユニコーン今6000円です。あ、じゃあ、まあほぼほぼこっちか。はい、まあまあギリ打てるかなっていう感じなので頑張ります。うん、だからまあ今のところは300枚ほどかのマイナスなんだけど、はい、コイン換算すると。でもまあここから僕ら通常時なんで減っていく一方。しかもね、300枚まくったところでまだ差は一応2000枚あるんで、できればねプラス増やしておきたいですもんね。そうっすね。僕もでももう移動を考えますよこれ。すごいシビアじゃん。はい、もうやっぱ北斗とかもやっぱそういう気持ちで打って何度も負けてきてるから。ああ、そっかそっか、はい、もう一周行きたくなっちゃうんですけどね、ついね。そうなんですよ。ただ今ちょっとマニアも来てどうなんだろう、どこにいんだろうってところでジャックスイがいたんで、もうちょっとそこは見ますけど、はい、ぜひ当てていただきたい。そうですね、こういうので当たると楽ですけどね。やっぱ21連したのに無双転生チャンスすら行かなかったっていうのがちょっとね、僕のだらしないところではありますいや、無双転生に行かないで20連した男なんてそうそういませんって。まあそうですね、気持ち悪いですよね、なんかね。はい、気持ち悪いですいや、本当気持ち悪いと思いますよ、僕も。いやいや、でもすごいよ、やっぱり。このご時世にランニングをプロがランニングホームランするみたいなもん気持ち悪かねえな、それは。それは立派なことです。それはすごいことです。先読みです。え、来た。あ、あれ保留変化今煽って変わらなかった。違うのそれは分かんない。違う、違うか違うっぽいね青保留、とても大切なことなの。お前も責任を果たしなさい。え、先読み。はい、先読みしてんの？点滅保留で先読みました。あ、全然強いじゃないですか、はい、先読みしただけでもどんな保留だろうかですよ。いやいや、今日の先読みなんかすごいうさんくさいんですよ。あ、もう信用できてないんだ今。いやだって1個目あんな弱か終わるパターンあるけどさっていう。ユニコーンで先読み入れて先読みしたらもうそれはもう当たり、つまり当たりではない当たりじゃないんかい当たりではない当たりではないんかい。でも全然ある。今のとこ信頼度 10% ぐらいですよ。いや、弱さと強さじゃないんですよ。まあ、弱さ強さっすね。やめっか。これさ、ユニコーンってこんな感じ？ユニコーンって点滅ダメなんでしたっけ？すっかり忘れてんだけど、久しぶりすぎて。いや、強くはないでしょうけど、先読みだったら別にそっからなんとでもなるでしょう。これ変わらなきゃダメとかあったっけ？終わったんすか、もしかして。いや、もう激弱で終わったから。え、それ入ってなくない？いや、入ってる。本当？入ってる。さっきと同じ。いや、これやめようかな。所詮朝一天井台だよ。所詮？そう。よし、俺やめるわ。はい、やめますか？とりあえずこの台やめます。まあ、あんま追いたくない。なんか、無駄になんか増えたやつ減らすのも。まあ、今1663なんで、まあ、個人的には500枚ちょいはプラス。あー、大海も。でも角埋まってたな。いや、角こだわるか、ここまで来て状況考えてくれ。おい、はい、いくら突っ込んでるやつか。すいませんでした。もう言ってんだ。角、あくまで自分待ちます自分張ってます、後ろで。横でユニコーン打つかな、じゃあ。うわー、すごいレアな日。 やっぱ今日クリさん違うよ、いつもと。あなた当たると思う、私。悩んでますだから、ね、いや、もう座ったなら打てそこまで来てなんで帰ろうとしている。何本飲むんだよこれ。1本あげようか。いらないよ、俺もあるよ。うん、分かった、こっちに置くよ、もう。いやいや、いいよ、別にそういうつもりで言ってるわけじゃないはみ出るなってことじゃないの。
ちょっと待ってよ。いやいや、もう大丈夫だよ、はい、一旦見てみて、ちょっと1000円くらい打ってみて。いや、入ったら持ってくる、持ってくる、持ってくる、私が持ってくる。後ろ空いた、後ろ空いたわ。いや、いい。確かに2人ではなんかどっちか当たりそうな気はしてきた確率を上げるというかね。そうよ、2倍よ。なんかクリさんが来たら保留がつかなくなったんだけど。人のせいにするんだよ、いい加減にしろよすごい、キレキレだ。何が軍曹、栗山軍曹、ずっと喧嘩売ってくるんじゃん、りょうちゃんが。私言ってる、はい、これナチュラルだから喧嘩売ってるって感じるとしたら私の性格が悪いってことになっちゃうけど、喧嘩売ってるつもりなかった。意外と良かったかもな、女性で。男性だったらぶん殴られてる可能性だったら、どっか中学校の人が。それ ね、 あのね、違う人にも言われてるね、うん、男性でだったら部活とかで先輩に行かれてる時あるよね、可能性は。でも行かれないで生きてきちゃったからこんなになっちゃったのか。いや、そうそうそう。普段のさ、カメラのないとこでも私そういう節ある？イラッとする？いや、大丈夫。俺あんまり人にイラッとしないっすよ。しないから分かんないかも、うん、いや、マジ、いや、マジで本当に、あ、ま、俺マジでワンチャンいけますよ、女でもガーってワンチャン肩ぐらいならこの辺とかだったらいけますよ。だからさすごいすぐイラッとするじゃん。今2秒だったよ、スイッチ入ったのもうどっちか当てなかったらもう俺ら終わりですよ、言うて。前半なんやかんや粘ったけど、まあスタートラインって感じだもんね。もう一回やれるって。まあでもそうっすね、なんやかんや天井行ったり、あの朝思う通りの台取れなかった中では頑張れた方だと思うから、前半は。はい、もうユニコーンにかけましょうよ、すべてを。栗山さんのスタンバイ、はい、欲しいもの聞いてなかったんですけど、スタンバイ保留、スタンバイ保留の先読みが欲しいです。じゃ賞金でそれ買ってくださいよ。マジで。でもね、今ないかも本当に。人参作戦しようって言ったのに私だけ言って終わっちゃったなってずっと気になってたんだよね。いやー、でもないな、多分。なんか細かいのはある、はいはい、例えばゲーム機器、コントローラーちょっと欲しいなとかいつもゲームだね。前も NBA のって言って。あ、でも NBA のゲーム出るから、また出るんですか。9月かな。だから課金するわ、じゃあタトゥーいっぱい入れたいしあの一発目からタトゥーと能力上げてタトゥー入れるって言ったら、お金必要なんで課金なんで、それに課金します。 NBA2K24 全額、はい、課金。全額はちょっとやりすぎだけど、タトゥーしかなくなるんだよ、体の体中。そうか、とりあえず、はい、タトゥー入れて服買って、服買えるんですよ、その中で。あ、はい、ゲーム内で。だからやっぱもうゲーム内で仲間にちょっと自慢する。はい、先読み、当該なんだけど、デストロイモードの擬似で。あ、本当だ、意外とカラムよね。はい、お、紫保留になったよ。もう一個上がれ、もう一個上がれ、赤まで。赤まで行ったらもう関係ないな、もう先読みなんて。先読み入らない赤は逆に当たる気するよ、ね。あ、なるほど。わあ、赤い激アツ、ユニコーンフリーズ。いや、あるね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 、全然あります。やるな。はい、やるんです私おい、2日で20万負けたって聞いたぞ。はい、基本熱い。これどんぐらいあるんですか、期待。 80% とか。いや、でもさ、先読みなしだから逆に熱そう。確かに普通に。逆にね、50% ぐらいあったかな、ユニコーンフリーズ。ちょっと久しぶりすぎて覚えてないですけど、でもそれぐらいの数字はあるはず。だってさ、出てないとき行かないじゃん、先読みなしで。確かに。まあ、ここから普通に発展します、ここで当落じゃなくて。覚醒、確定ではない、そういうわけではない。獣の、あ、確定ではない。まあ、1個の激アツ演出として入っただけだっていう感じかな、扱いは。ちょっと打つのが久々すぎて嬉しいね。いやいやいや、獣が金出ろ、金金金金金、早めの金。あれ、お怪しい、怖いぞ、うん、最低限は欲しいぞ。金覚醒パターンがいいけど。いや、全然全然いい、赤1個でも入れば大丈夫だ。覚醒は行こう。欲しい。でも覚醒と外れたことあんまないんだ俺。ある、私。いけ、あれ、まだまだ激アツ。あ、
この後もあるんで、ここからプチューンして覚醒に行かんか。それはめちゃ熱いじゃん。行くとしたらここやばい。今のところダメよね。4点敗のマリーダさん。超尻すぼみの、まあ、それでもの方に行くか、最後のカットインが色付き。ヒントが入んないかな。ユニコーン、ああ紫、なんと当たらなそうな。獣から一気に弱くなりました。左遷した。まあそう、 そうだな、やっぱ先読まないとこんなもんなんだな。はい、すいませんでした。いや、しょうがない、しょうがない。俺期待はしたけど途中からもうあんまりあれだったんで大丈夫。もう一言も喋らなかったんで気づいてました。はい、ないだろうな。いけ。まあでもそんなええってほどでもないのか。いや、ええってほどです。そんなフルフロンタルわざわざ出てきて赤テロップとか出す必要なくない。外れるなら。いや本当にいやらしいね。無直ってくるじゃん。先読んでるよ。スタンバイだよ、スタンバイだよ。こっちかと思った。いや、スタンバイだよ。聞こえたの。しかも俺が好きなやつ。それ言ってたもんね。俺先読みスタンバイ好きなんですよ。なんかね、当たるイメージ。1位になっても商品いらないからスタンバイ掘り欲しいって言ってこれあげるから。いや、そうか、僕のもんでもあるもんね。乗り打ちだからプレゼントします。いや、マジでありますよ。これでもありますが、これ当てるしかねえわ。当てるしかない。投資的にも。あ、そっち行くの。こっちはどうなの。あんまりはどうだろうって感じ。ストーリーは全体的に強いとは言い難い。え、待って待って、なんかなかったっけ法則。保留変化していったらとか、しとこう。あ、覚えてない、ごめんね、忘れちゃった。当たってるまでないか。あ、赤テロップ。あ、大丈夫そうだな。これもしかしたら保留変化でいったら当たりとかあったかもしれない。マジで、うん、力こえで、これあの、はい、4回かな、タイミングあるんだけど、後ろの方で赤くなるほど熱いっていう。あ、文字が。そうです。最後の方で上がったら確かに 40% ぐらいの気がするんですけど。ほんまや。ダブルヒットある、うん、じゃあ先に当てとくわ、こっちの方が先なんで。音を上げてもいいよ、聞こえなくて大丈夫ですか。うわ、どっちも見て。あ、フルロンタルだ。なんか先読みが入った。あれ、赤くなんないんだけど。青本当にお願いだよ。起動。いや、熱そうなんだ。保留変化で言っても当たりじゃなかったです、全然。マジ、ごめんなさい。赤保留、ほら当たる。あ、デストロイの保留変化ほら大丈夫です。これもういい、もう今日はもう全部俺が答え出すわ。はい、ついていきます。結果を出すわ。ついていきます。でもこのシーズンは僕頑張ると決めてたから、前シーズン俺足引っ張ったし頼りになるわ。これはもう大丈夫です、当てます。恥かかせんなよ、ニコン。283回ってね、3万6000。あれ、まあ、一旦ブライトさんでね、ここから発展になんないの。ここから議事力じゃない。そっか、あ、いたいた。金、これ金。おし、おすごい、言った通りになってる。よしよし、あ、強いやつだ。見たことないやつ。見たことないやつだ、あんまり。金がいいね。金だ、もう大丈夫だ、もらった。いいな、二個金は強いね。羨ましい。赤い、
やべ、緊張してておしっこしたくなってきたもん、急に、緊張してこんなタイミングで。いきなり金庫に。あ、いいね、いいね、いいよ、いいよ。順序、順序が大事だから、なんでもかんでも。あ、いいね。あ、ミネバさん。キン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 。大丈夫です。覚醒させますわ。お願いします。見たいです。あれ、なるほど。それで当たるんだ。なるほど、珍しいパターンだった。赤、赤文字。ちょっと不安になってる。いや、マジで舐めない方がいい。え、あの人外れそうって思ってる。マジで舐めない方がいいです。そういうこと言うからパチンコライターとパチンコ打つとこうなんだよな。違うんだって。じゃあ見せてよ。そういうね、うん、数字だけを見てきた人たちには分かんない、この気持ちが。分かんない。はい。じゃあ当たるってこと。やっと入ったこの先を見てのこの赤保留ね。信じていいの？大丈夫ですよ。うわ、嘘つき野郎だ。嘘でしょ。クリさん、ちょっと証明してくるわ。まずいね、これね。やばいね、クリさん。やばいよ、こんなの外す？とはいえ当たると思ったよ俺。いやでも弱かったね、やっぱね。弱かった、うん、パチンコライターってすごいね。あ、いや俺マジで弱いと思った。でもなんか自分の代にそんなこと言いたくなくて。確かにそうだね、信じてあげないと自分ぐらいは、はい、いやこのライン、やめる？いやいや、いいと思う、それは全然いいと思う。直感、直感でいいと思う。そんなのないと思うんだけど、先読みがあまりにも弱い。そうそう、そんなのないけど。ないけど。いや、それでいいと思う。後悔したくないので。それを楽しむのもパチンコの一つの楽しみ方だから。大人だね、あんた。ユニコーン打つにしても、この後ろのユニコーンにしようか。ああ、いいね、そういうのも全然いいと思います。大事な2戦目、プラマイゼロで折り返せれば。まだなんて偉そうなこと言わせてもらいましたが、気づいたら5枚目。いや怖いですね。これだったらもうあのままカラクリサーカス打ってても変わらなかったんじゃないかっていう。あいつもう5枚じゃ済んでない可能性。済んでない。じゃあやめてよかった。僕がやめた時に見に行った時点では全然。あ、本当？増えてはいないです。じゃあまあよかったっちゃよかったか。はい、はい、いいと思います。はい、ではミニコーン2台目、朝1台ですね。まだ回ってない台があるんで、こちらを攻めていこうと思います。クリさんもスランプある？あるよ。最近は全然いい感じ？全然良くはないよ。いや本当に。え、どれぐらい負ける？そういう時期って、もしそういう時期が存在するとしたら。どれくらいか、金額？え、期間と金額知りたい。いや俺は、俺なんかだから最近あれなのが、うん、本当に番組ごと。あー、はいはいはい。嵐の時は勝つしみたいな。うんうん、なんかバッチの時は程よく頑張れるし、負けてもちょっと負けるとか。一番これはめっちゃ負けるしとか、例えばそういう感じ。一番相性最悪なの誰？貧乏家族だったけど、でも一回巻き返したから。うーん、まあまあ、そう、意外と。いや活躍してるね、そう考えたら。でも負けてますよ最近は、あのいろいろ良くはないです。私悪くなった時が人生で何回かあるんですけど、はいはい、半年間ぐらいひどいのが続いちゃって。あ、でもありますね。怖くて怖くて、今始まってんじゃないかなって。それがあ、もうトラウマみたいになってた。本当に引けない時ってずっと引けないじゃないですか。当たっても単発でラッシュたまに入っても2連とか、そんなのがずっと半年間続くってなったら、もうこの仕事してたら致命的でしょ。まあ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 、しかも一人の番組が最近多いから。いや、それ致命的だね。もう選択肢がお金入れる以外になくなっちゃうんですよ。そうだね。どうしたらいいと思う？
そんなお祓いとか行ったこともあるけどさ絵も撮れないしね、一人の番組ってなったらね。そうですよ、ディレクターさん付き合わせて、スタッフ付き合わせて、夜8時とかさ、9時までさ、何の当たりもないよ、永遠と見せられるさ、みんなの気持ちになってよ。休業すれば。休業していい？だっているじゃん、女性だったらお子様を産むためにとかさちょっとまあ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 、それはね、病気とかもそうだしさ、いろいろ何かしら休業することあるじゃん。はい、日が弱すぎるためにちょっと一旦休業しますって。それ会社にやったらどうなるのかな。返信ないんじゃない。え、既読スルーですか。無視はすると思う。あ、まあ、取り合うに値しないって。ツイートするしかないよ。だからなんてツイートしたらいいの。そのまんまじゃないもん、引けないし、負けの負けがね、混んできましたので、バイオリズムも悪いと思うので休業させていただきます。復活の時期を改めてご連絡させていただきます。関係各所の皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ございません。はい、申し訳ございませんでした。うん、いいですか、ちょっと休業させてもらっても、はい、まあ、こいつマジかってなるから。なるよね。だからいいと思う。あ、ちょっと飛んでるなみたいな、はい、よくないよ。クリスさん、そういうちょっと飛んでる人好きだけど。5枚目行きましょう、行きましょう。いや、もう行くしかないからな。はい、もう一回先読みだけ入って、本当にお願い、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 お願い。俺でも1000回転入んなかったことがあるから。あるよ、先読みがね。マセも？はい。先読み自体。死んじゃうまで。やばいでしょ。何のために売ってんのか分かんない。先読み見たくて売ってんねんって。せめてガセぐらい、3回ぐらい出してほしいよね。はい、やばいっすよ。そう考えたら今日1回入ってるだけでもいい台っす。やばいな、一番乗り打ちしたくないタイプの人だ。おい。すいません、すいませんでした。まあでもな、りょうちゃん、このこっからだからな、残り1時間で働く男だから。男じゃない。本当に普通に間違えてた今ね。巣だったよね。あ、今巣だったね。あなたさ、前々から私思ってたけどさ、私のことをさ、男だと思ってるよね。今マジで出てたね。ね、出ちゃってたよね。スラッと言ってたな、うん、ナチュラルだったボケとかじゃない感じで。いや、妨害なんだよな。あ、再生水性妨害だけど。レアだね。レアだよね。当たる？いや、当たるって言ってみれば、たまには当たるよ。当たった。クリさん、おめでとう。やった。そうだから、もう今日の青山市はね、全部弱気だもん。確かに当たるに決まってるやろ。今日初だよ。なんかね、そんな、あ、金文字。いや、もう当たり当たり、もう確定。あ、金扉。いや、もう確定。うん、ホップステップジャンプだ。でも本当に強いよね。やった、やっと当たったよ。これ本当に強いと思うんだけど、これどうですか。強いです、本当に強いです。金が2個絡んで水星、保留がちょっと弱い紫。チャンスまだあるぞ。今4万6500円かな。エレバブルスこれかな。どうですか。ああ、覚醒しない。決戦。大丈夫だよ、当たる当たる。まあでも可能性は俺あると思ってるから。いや、もう当たってるから。やったなんかもう、ね、嬉しい。違うんだよな、プラス思考っていうか、ただのやけくそに聞こえんだよな。赤文字出ましたね、これ一回外してるやつね。はい、これに変わってくんねえかな、どっかで金に。5万円なんです私。クリオさん
本当にすいません。これも当てないとやばいですね。すいません。一回当てときゃなんとかなるから俺たち立て直せるよ。なんか強いカットに来ないかな。はい、アムラス。当たれ。お願い。ああ。もう先読みないともう話にならないってこと。先読みあっても外れてますからね。先読みなかったらもう。そうだね。いやまあな、ちょっと先を見ない時点で紫保留でちょっと、いやでもさ、それでもだよね。それでも、それユニコーンのやつ。ね、それでもさ、俺まだ、いやまだ、まあ、いやもう一回、まだ大丈夫だ、当てればいいんだから一個、一回当てれば、一回当てれば次回にあの繋げれるから。はい。え今5万いくら？今ちょうど5万円ちょうどでしょ。でも俺もちょうど5ぐらいで時間来るんだよ。あと3000あるから、じゃあ俺が先導とかで3000枚マイナスだから前回の分もう丸々なくしたって感じ。あだからある意味別にまだなんとか、うん、あんまりそこまで落ち込まずはいでいいと思う。逆に今当てたら全然余裕。はい、前回だから貯金があるんだから、うん、プラマイゼロになったくらいの気持ちでいいです。分かった、ありがとう、はい、クリさん楽に打った方がいい。本当にあなたはいつだって頼りになるな。いやそうそう、楽に打った方がいい。こんなもんプレッシャーかけたってしょうがないじゃん、うん、本当に楽に打ちましょう。本当に早く当てて、ね、ゴールあー頼ってんのね。あ人だのね、やっぱ自分はもう自信ないのね、うん、いやもう本当にいい加減にしてくださいよ。ちょマジ次、次回までに自信つけてきてね、うん、いい時が来てほしい。なんか絶対に勝てる何かをやってきて、だからもうあの本当に今日は本当に、ね、小一の子を3人集めて桃鉄やってくるとかさもうぶっ飛びカードしか使わないようなガキ集めて分かったあ桃鉄99年やってぶっ倒してくるとか自信つけてから来て。分かった、友達の子供招集してくるわそうね、うん、別にバスケでもいいよ。 OK やるか、バスケ3対3 3-on-3 で子供集めて、小学生のいい、お願いしてもいい。じゃあすいません、5万円なくなっちゃったんで、あの6枚目は1000円で刻みます。はい、言うても残り時間少しなんで、はい、ギリまで回そう。僕今あと2500円で5万円ちょうどなんで、多分これぐらいでしょう、はい、時間的に。俺今何起きてんだこれ。ああユニコアタックか。びっくりない、びっくり何びっくりって、びっくりあたり、まあ紫ホール。いやこれも先読みがあればな、ちょっとなんか考えたけど、なんかいかないライン、まあ、4までは行って行かないよね。そうだよね、まあ、そうだそうだ、そんな余ったね。実戦終了まで10分を切りましたが、ここで各辺引ければラッシュ取れたら30分延長可能なので、ね、30分あれば3万発出ますから。まあ変な話、本当にじゃあリアルなこと言っても別に1万発でもいいわけだし、もう本当にちょっとでも出すことがマジで大事だから。最後に1回ラッシュをやらせてくれ、もうこんなひどい。先読みのガセガサ、私3回出て終了だからね今日。本当にマジで栗山さん1回出て後半は、楽しみに動画を見てくれてる人にも申し訳ない、本当に申し訳ございません。応援してくれてるとかも少ないかもしれないけど、応援してくれてる人にも申し訳ない。本当になんかもうなんかポールダンスでもやれよ、エンディングで。え、私がいいですか、やっても俺のポールダンス、逆に誰が見たいおじさんのポールダンスよ。ポールあったかなポール役やってもらってもいい。おじさんにお前をしがみついてる、おばさんがおばさんがしがみついてるすごいカオスな絵じゃん、最後にいや当てよ、絶対当てよ、嫌なんだけどポールダンスなんてやりたくないよ。いやあれでもすごい大変なんだよ。いや知ってるよ、本当だ、ね、めちゃくちゃかっこいいよね。めちゃくちゃ筋肉とか必要だからね。俺も聞いた話でしかないけど、あの YouTube で見てる、そう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 、そういうテレビとかね、あんなに筋肉で鍛え抜かれてさ、そう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 、芸術だよね。芸術ですよ。やりますよ、当たんなかったら栗山さんの首持ってやめろ、やめろ、ぐるぐる回りますよ私。本当にもういい、いい終わりになる絵が浮かばなかったからね。118枚でした、すみません、はい、
ない、はい、当たればじゃあ先を見なしてそういうことばっかするならだったら当たれば当たればね、いい加減当たればいいじゃん、じゃあ当たれよ、いい加減先を見ないときにこれ、おこっちのガンダムだ何ですか、そっちのガンダムってかっこいい方のガンダムあ、保留変化じゃ赤以上じゃないのいや、変化しなかったですうわで、かっこいい方のガンダムなしで俺今日先読みなしでしかこんなことなんのでもいやもうこれラストチャンスだな最後お願いしますリーダーお願いします俺リーダーなんだこれ当ててくれたらあんたリーダーでもうずっとついていくよ私分かったあるやつあの人すごい先読みなしで本当に当てる高いねバカじゃないけど頼むぞ。お願い。うわ。嘘でしょ。いやまあな、紫ホルモンのままだ。赤タイトルで。嘘でしょ。なんなんじゃ、もう先を見ても、あれじゃん、当たりインパクトクラッシュみたいなことでいいじゃん、もう。なんていうか。さっきまであんなにパチンコライターはって言って期待してたのにもうあの人多分パチンコライターです今日からどうせ当たんないんだろうみたいなこういうのを経験してなってくんですねみんなね仕上がっていくんでしょうねあ、そうなんだ、まあ、もう終わりこれ500円はいかない方がいいですいや行っていいです行っていいですこれ間に合うこれでラストパチンコライターはつまり連れた人たちの集まりみたいなことなのかあ違うんだいや連れた経験が多いってだけだね辛い思いをたくさんしてるってことかないい思いって何でか知らんけどこういうのって都合よくはないんだけど、うん、忘れるんだよね、ね、悪い方が刻まれて悪い方が残るんだよねそう分かるわ何なんだろうね先読み入んないで次どんな激アツ来ても栗山さん期待できないでしょうそうだねなんでや3連敗って言いながら当たるわけねえだろ3連敗あやばいパチンコライターがいる仕上がってる当たったと思ったねあまあねいやなんかどっかしら弱くなるのやめてほしいよねまあでもしょうがないけど赤タイトルだったら当たってもいいと思ったけど紫だろうがなんだろうがねえ何いやな当該で緑保留当該かよいやめっちゃ切れてるもう先読み出ないと一切信用しないつもりだ先読みも当たってねえけどな俺らそうだよ4の0だからこんなこと頑張るべきなのユニコーン俺はシードが来た時こそユニコーン頑張るべきだと思ってるよまあそうですよね俺はこっちの方がラッシュは面白いんじゃねえかって組んでるよ、うんあのロング ST よりあいやあれはもうエヴァとかもあるし、はいはいまあ、ちょっとそっちいろいろ増えてきたじゃん、まあ、それはそれでっていう感じでこれはこれの良さがあるからそうだ、ね、こっちはこっちで作って欲しかったんだけどなだからユニコーン頑張ればお前また帰ってくるってやっぱユニコーンの方が良かったなってなんだよ語りかけてるよねでもお前がそういうことをすると俺はもう本当に打たないぞ泣き落とそうとしてるのかなデカの取り調べ室みたいなお前はさいい思い出も悪い思い出もいっぱい作ってきて昼はカツ丼かあなんかもうなんだろうな栗山さん、はい、
最後のチャンス。じゃ先読みはないです。あんな熱いの見せられた後にこれはもう期待できないっていうのが正直なところだと思うけど、サイアンビストの赤テロップ、すれとる完全に。あるわけねえだろ。擦り切れてる。あるわけねえよ。帰るぞ。穴開いてる。帰るぞ。当たらんぞ。当たんないかな。そんなの当たんない、当たんない。当たりませんよ。最後に夢を見させてあげたい。あんなにワクワク期待してた栗山さんに赤ボタン。俺今ちょっと期待した上で当たんねえよってずっと連呼したんですけどね。地獄の底に落とされたよね。それバレてたかな。それもバレてたかもね。栗山さん、いやもうだから先読みで、キーホリュー以外も何も喋んのやめよ。俺らやめよ、うん、二度と会話するのやめよ。マイク捨てよ。二度と期待するのやめよ。はい、本当に。はい、いや、やっちまいましたね。ずっとダメだったね。本当にダメだったね。今日最強、最高最高枚数200枚でした。あの朝のからくりサーカスで今日朝言ってたように、もう昨日一昨日と、もう今最近もう本当に負けてるっていう。今日パチンコ600回転当たりゼロでした。600どころじゃないんじゃないの。もう600だっけ。2台合わせて600何十回転ぐらい回して、あ、まあね、で帰る時見たら栗山さんも600ぐらい回してゼロだった。なんで人で言うんだよ。こっち持って、玉持ってんだよ、こっちはまだ。すいません、すいませんでした。いやでももう、でもダメ、届いてないんで、全く。じゃあ2人合わせて、合わせてたら3000枚ぐらい。マイナス？プラス？マイナスですよ。プラスは、プラスじゃない、投資が、だ僕5万。54。で、僕1600枚あったから、僕自身マイナス670枚ぐらい。で、多分2300枚ぐらいでしょ。はい。で、3000枚なんですよ。で、今までトータルが僕ら2800枚ぐらいあったから、マイナス127枚とかなんですよ。トータルで。だから思ったより負けてない。そう、トータルで言ったらね、戦えてはいるんです、別にまだ。でもなんかまあ、トップは5000枚だし、まあこの後あるから。でも、沖さんのところに負けちゃったんですよ、これによって。ああ、じゃあ今3位ってこと？はい。でも沖さんとか1000枚なんで、まあ、別に届くんですよ、本当に次戦で。だから木村さんとかが落ちたら簡単なんですけど、で落ちるんですよ多分。でもあんまり落ちてほしくない部分もあるんですよ俺、うん、落ちたらこの沖さんたちってもう何も見栄えも気にせず守れる人たちだから。あー、そっかそっか。あんまり守らせたくないですよ。せめて落ちてほしいんですよ、そっちも。見た目は攻めてるのにね。見た目は攻めてしかいない、うん、あのブーツにあのロン毛あのメガネ、あれはあのメガネ青い車なのに、なのに守れるんですか。守るんですよ。不思議な人ですねバランスがすごい。そうなんです。だからなんかうまいことここがガチャッと なった瞬間ですよね、うん、次、まあ、出せばいいんです。基本的に出したら多分勝てます。だから結構みんなも最終勝負です。まあまあまあ、いつもそうです。これで木村さんたちがもう仮に大崎さん木村さんが2戦目勝った場合はもうそれはもうしょうがないです。でも勝ってる体で一応挑まなきゃダメだよね。勝ってないです勝ってる体にできないですできない、できないですよ。2連勝なんて追い抜きたい。いや追い抜けますよ、大丈夫です。ちょっとあの私本当に今日はごめんなさいの一言でコンディション悪すぎて、はい、いや全然それはでも僕も負けてるんでそれはしょうがないです。あの次までに整えてきますので、はい、整えれるんですか。だから言ったでしょ、本当それだけやってください。もう勝ち癖をつけてきてください。次この収録がある本当3日前ぐらいに本当小学生とバスケやったり。わかりました。あの全然内容知らないことを桃鉄やったりしてやったりとか、栗さんと麻雀やったりとか。あ、おやるか、お前マジで、お本当やろうか、本当やるか。もう17歩でもいいぞ17歩な、怠慢でな。すいません、そんな言うならいや本当に、はい、そういう勝ち癖をつけて仕上げてきてください、ね、もう負けて負けて勝てないんですじゃダメ、うん、まあ、気持ち2戦目で良かったなって思ってる。そうそうね、気持ちは強く持っていきましょう。3戦目は僕も絶対に弱音を吐かない、はい、僕たちチームは最後弱音を吐かないでいきましょうよ。あとユニコーンは打たない今日ひどかったなっていや俺でも逆なんですよね、それもマジで言ってやろうかなと思って。あ、ユニコーン、はい、それもちょっとあるんですよ。じゃあまあちょっとでも期間があるからね。それは考えます、期間があるんで、ゆっくり考えて、はい、必ずや優勝を分かって。いや本当に
今回撮りましょう。はい、最後まで応援よろしくお願いします、はい、次回またお会いしましょう。さようなら。さようなら。